五社駅は、兵庫県神戸市北区有野町有野のあざ番屋にある、神戸電鉄三田線の駅。駅番号は、キロバイト21。標高259メートル。伏線の四終橋となる駅を除く、単線区間の駅として、神戸電鉄線で、通過列車の設定のある、唯一の駅である。東駅北から、三田へ出て、JR 宝塚線に乗り換え、 大阪方面へと向かう通勤、通学客が少しずつ多くなっていく。短式一面一線のホームを持つ地平駅。駅舎はホーム深海地寄りにあり、かつて改札窓口があった場所に校内売店を設けたが、2010年10月に閉営店。ホームは見たより産業分が板張りであったが後にコンクリート化された。 沿線高ネットワークに接続された駅務遠隔システムが導入されており、売店スタッフが一部駅業務を担当していた。田尾寺岡城、有馬口維新開地は複線化されているが、岡城ジ駅有馬口の区間が未だに複線化されておらず単線のままである。岡城方面にはすでに複線化の用地が確保されているが、神戸電鉄の経営状態の悪さや、 有馬口方面の地形上の制約からこの区間の伏線化は厳しくなっている。近年の1日平均乗車人員は下表の通りである。駅前風景駅は有野川に沿ったところにあり、周りは自然に囲まれている。すぐ北東に進むと有野台があり、北西に進むと藤原台がある。どちらもとても規模が大きい住宅地である。駅前は 半身高速の高架橋が覆っている。ありがとうございます。